のすごい建築のトリックが建築ってなっちゃってるからね。ホンタメ。はい、皆さんこんにちは。それではホンタメ始めていきましょう。たくみです。あかりんです。さあ皆さん、はい、たくみ企画となりました、ね、日本語化しました。なりました。今回はですね、うん、前からやってみたかったけど も、うん、もう何選んだらええねんってことでなかなかやれなかったね、はい、3戦やっていきたいと思います。あ、何ですかね、はい、それがですね、はい、こちらです。どどん。僕も私も閉じ込められたい館物ミステリー参戦。いや確かに嘘つけ。いやでも閉じ込められたいわけないだろ。あんなの乗ってくれるんだ。うん、やっぱ洋館とか行きたいもんでしょ、うん、洋館は行きたいんだよ。洋館行きたい。ミステリーだからね。あの大体死んじゃうもん。わかりました。じゃあ今日はもう実際に最初の作品で閉じ込めてあげましょう。あら、そんな作品が最初に出てくるか。あらすじ紹介じゃなくて臨場感のある説明してあげる。あら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 。もう一生閉じ込められたくないと思ってほしい。いかに危ないか。まあ、館ミステリーというのはね、うん、別に何の定義もございませんが、はい、ここではですね、はいはい、今回どんな作品を紹介していくかというと、特殊な建造物が出てくるミステリーで、うん、まあ、特にその建造物に重点を置いたようなお話をですね、うん、集めました。本ためではですね、最初の作品いきます。はい、ドドン。時計館の殺人ですね。あやつじと先生ですけども、はい、僕はですねこのチャンネルで30回以上ですね10画館の殺人をですね、はい、紹介してきましたけども、はいはい、あやつじ先生は10画館からですね、うん、館シリーズっていうのをね続けていくんですね、うんうん、で今回のこの時計館の殺人はですねその館シリーズの第5作品目となっております。まず10画館の殺人、水車館の殺人、迷路館の殺人、人形館の殺人で時計館の殺人なんですね。館でもう殺しまくってるからね。何人死んでるんですかね、この5作目まででね、はい、で特にそんな館のシリーズの中で、うん、いや特殊だな、こんな建造物だったら行ってみたいけどねっていうようなやつですね。はい、じゃあですねちょっと物語を没入できるようにお話しましょう、はい、あるところにですね、うん、時計館と呼ばれている奇妙な館がございました。はい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 、それはですねもう時計が108個も飾られた、まあ、一風変わった館なんですけども、うん、そこでですねもうよからぬね噂が立ってるわけですね。いろんなねその周りの関係者たちが次々と不審な失踪死を遂げている。そこでですね、気になった男女9人、 あなたも含めることにしましょう。あかりんを含め男女9人がですね、はい、その館に向かいます。はい、ところがですねその館に閉じ込められてしまう。はい、困っちゃったな。そこでですねいろいろな残忍な連続殺人が起こっていきます。あ、はい、仲間たちが次々と殺され、おい次は誰なんだと、おい誰がやってるんだ、もしかしたら次は俺じゃないのか、私じゃないのか、その疑心暗鬼になっていきます。うんうんうん、次々と連続殺人が起こっていく、うん、そんなお話です。館物っぽいですね。館物ですね、これね。これが館物なのよ。でもそこになんか男女9人とかで行くから良くないんですよね。行っちゃいけないんだよね。でもね、そうそうそう、で、まあ、この事件ね、はい、警察が全くも手を焼くなるんですけども、うんうんうん、これね時計館のお話とその時計館の外のお話同時進行なんですよ。島田清志の名探偵がいる中でお話が進んでいくんですけど、時計館でね結構だからそういうねやばいこと起きてるのに、うん、もう近くでね島田清志はねまだねその気づいてないからのほほんとしてるんですよ。しゃあないけどね、知らないから中の様子を、我々は読者としては、うん、早くその事件解決してよと思うけどね、全然そうはいかない。あーってなる。そう、この時計館殺人はですね、まあ、いわゆる本当に本格ミステリーと言われるもので、うん、トリックとか謎にねすごく重点が置かれていて、うん、これはですねその犯人やそのトリックなどがですね完全に読者でも分かるような形で明示されます。なので、チャレンジできます謎に。なるほど、はい、すごいフェアな感じですね。フェアですね、うん、無理だけどね。たくみさんも解けませんでした。すごい、 いやこのねトリックはねすごく印象に残ってて、うん、いつもあるものを見たら浮かんじゃうかなっていう、うん、これが時計館の殺人ですね。では続いてはこちらです。はい、ドドン。眼球堂の殺人、はい、ザ・ブック、はい、周期リスの作品ですけども、読んだことありますね。やりました。以前ですね紹介させていただいたことがあります。あの時はねやっぱねいかにこの作品が、まあ、理系要素が詰まっているかというのを重点的に話したので、今回はですね建物に向けてお話ししていきたいと思います。うん、ここにね設計図書いた眼球なんですよ。すごいんですよ、ね、リアル眼球ですね。
直径 100m 高さ 20m のですね童話ありまして、でここにですねいろんな天才たちがね集結していきます。天才もね集結するからいけないよね。そう事件が大きいんだから。そうでも、ね、呼ばれちゃうんだよね。天才の建築家轟洋という人物にですね各界の天才たちがね収集されちゃう、うん、もう建築学こそが至高、お前らのやってる物理学、政治、文学、医学全然もうおまけだって、うんうん、ね、調圧されて何クソってなってねみんな向かうわけですけども、やっぱトラブル起きますね、うん、そんななんかすごいゴリゴリのやついるわけですよ。建築ってなっちゃってるからね、うん、建築それでねみんな行くんですけども、うん、まあ泊まることになるんですね、うん、泊まっちゃダメだよ。泊まったら誰か死ぬんですよね。館とかどうで泊まっちゃダメだよ。で次の日ね気持ちよく目覚められるわけないでしょ翌朝ですね、みんなを収集した天才建築家轟洋のですね死体が見つかるんですけども、その死体がですね細長い柱に刺さった状態で見つかるんですね。でも周りにはね何もないの、うん、でこれどうやってあそこにその死体をどうやって殺したんだ、もしかしたら投げたのではみたいなね、うん、投げて刺せんのみたいな、そんな距離じゃないよそんな力ないよとかってみんながもう分からなくなるんですよ。でここでですね、殺人が起きて警察に電話しようと思うんですが、電話できると思います？電話線は切られてる。館とか童話ね電話できないの、できない、つながりません、ね、なぜかつながりません。じゃあ外に出よう、うん、閉じ込められるでしょ、はい、完全にロックされます。体建物なんでねそんな状況でですねまた次々と人が殺されていきます。はい、超怖いじゃん。怖いっすよ、まあ、怖い確かに、はい、閉じ込められたくなくなってきたでしょ。うん、まあ確かに死にたくはない。そうでしょ、うん、でこの、まあ、今言ったね不可能な犯罪が行われてるわけなんですけども、うん、一体これどうやってね起こしたのっていうところで、まあ、出てくるものすごい建築のトリックが、うん、やばい。これはね今まで見た館物とかそういう建築物系のトリックが一番壮大です、うん、確かに忘れられない。ちょっと笑っちゃいましたもんね。笑っちゃうレベル、マジかみたいな。そうで今言った、まあ、建築系のトリックもすごいんだけども、これはどんでん返し3世でも入れてもいいぐらいどんでん返しが起きます。あ、そこもやってたのみたいな、うんうん、もう、はい、ということでですね、館物としても巨大建築物系としてもですね、うん、お楽しみいただけるという作品でございます、うん、はい、本ため最後はですね、はい、こちらでございます。ドン、斜め屋敷の犯罪。これね、館物の話をするときにやっぱ欠かせないんですよ、はい、館ってミステリーのジャンルの先駆的存在。あ、はい、ちなみにこの島田総司先生ね、うん、有名な作家さんですけども、はいはい、この作品はですね、三田良清っていう名探偵役の人のシリーズの2作目の作品なんですね。で、三田良清の清を取って最初にお話しした、綾辻行人先生の方シリーズの名探偵の島田清がいます。あ、そうなんですね。あ、ミステリーそういうの多いですね。多いですね。この人がこれを取ってみたいな、オマージュして。じゃあその話もう一個しようか。うん、斜線道行先生いますね。はいはいはい、はい、なんであんな斜線道だと思います名前。なんか斜めってる。斜め屋敷の犯罪から取って斜線道って斜めが入ってるんですよ。それぐらい影響が強い。そう、斜め屋敷の犯罪なんですけども、これはですね名前の通りですね、断崖絶壁みたいなところに建てられた斜めに作られた屋敷があるんですよ。あ、すごい。そこで連続の密室殺人が起きます。まあ今ねちょうど我々ね密室にしやすそうな建物の部屋の中にいるんですけども、扉はですねまあなんかあれだったら本気で殴れば壊れそうな確かにあるんですけども、結構薄めですからね壁がね、うん、何回かドンドンだったらいけるかもしれないけども、今ですねあなたは三重の、鍵がかかった扉の、またもう出られない、外からもう入れない、状態で、唯一開いてるとしたら換気口が開いてるんですよ、はいはいはい、20センチ幅ぐらいの換気口が開いている、そこだけですね開いてるのは。さてそんな部屋でどうやって密室殺人が行われたのでしょうというのがメインなんですけども、うん、はい、これですね名探偵が登場するのが最後の最後なんですよ、ずっとね警察がね混乱してるどうしようって、まずこの屋敷何なんだよってところ当たり前だけど始まります。なんだこれやって言って、でそのいろいろね設計図みたいに出てくるの、うんうん、家の中の。でもあれって見ても分かんない時あるでしょ、難しくて。別に我々建築家じゃないからさ、確かに図面見方分かんないでしょ、だから本当にその分からない人が警察になってちゃんと聞いてくれてる。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、ってなんだこの部屋は、なんだこの建物はってやってくれてて、混乱混乱、こんなところで人を信じる密室、何が起きてるか分からないって、なんかね我々もなんかもうモヤモヤするんだけど、その見たない人を人とした瞬間にですねファーって溶けていく、
すごい人ですね、三田来さんね。すごい。ね。でね、本当に警察だけだったら解決しなかったです。三田来教師現れなかったら、まあ、迷宮入りだったね。ちなみにじゃあ、どんでんキラーであるアカリンです。はい。問題ですけども。はい。この斜め屋敷の中でですね、はい、どうやって殺されたのか。ちなみにですね、視察でございます。一番密室とは縁遠いでしょ。斜めでしょ。だから、なんかその館がゴロンってなって咲くみたいな。みんな大変なことになるやん。ああ、ドーン。気づく気づく。気づくよ。大胆だね。難しいですね。難しいですね。ということでですね、そのトリック知りたい方はぜひこの本を読んでいただければと思います。斜め屋敷の犯罪でした。気になる本ため。ということで、まあ、館物の、ね、魅力というのはやっぱそういうトリックとかがね、うんうん、すごく大胆で、実際に、まあ、本気出せば作れるけど作る人がいないからこの世にないというところが確かに、はい、言われたらわかるけど作ろうとはしない建物ばっかりです。そういうのはやっぱね、本の中で体験ができるというわけなので、はい、ぜひ皆さんも興味が、ね、湧いたら、はい、この3作品いずれか読んでみていただければ幸いです、はい、ということでですね、はい、今回の動画面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、そしてツイッターのフォローよろしくお願いします。お願いします。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。ゴロンってなったら危ないか。まだ考えてるね、うん、こうやってなっちゃったらね。そうそう、それはもう建築ミス普通にミスです。館物なら何でもありだと思ってるでしょ、うん、この中でやっていいですか、はい、あ、いいと思う、はい、に、うん、あー被害者に、あー、なるほどね。いやでもそれ、あー、なるほどね。あ、そっか、それはだから斜めだからですね。はい、そうですね。斜めだったわ。はい、アカリンの最後の斜めだからくらいしか使えないかな。まあまあ、まあ、それが斜めはまあそれあって思うからね。斜めだもん。以上。以上。はい。すっきりしました。ありがとうございます。じゃあもう一個アカリン読むならどうでしょうか。じゃあ斜めね。本当に？うん。ああ。まあでも本当にね、この1982年とかの作品ですごくね。すごいですよね。先駆的な作品。やっぱそういうのもちゃんと読みたいなと思って。はい。私館物とかあんまり読んでないから。はい。読みます。はい。